皆さん、本日はお集まりいただき、ありがとうございます。本日ですね、スプラオリンピックの開会式を務めさせていただきます。うなちゃんと申します。本当にお集まりいただきありがとうございます。正々堂々スポーツマンシップにのっとり、ね、オリンピック頑張っていきましょう。ってことで、これより、2024、スプラオリンピック、開催いたします。皆さん、頑張れ、頑張ってください。うわ、なんか来た。まず第一競技は砲丸投げをしていきたいと思います。こちらの上の部分からアサリを投げて一番遠くに投げれた人が、勝ちとします。で、ルールが一つありまして、この上の部分ですね、この上の部分から投げるんだけど、落ちてしまったら、その時の記録は失格となります。2球投げて良かった方の成績が入ります。第1回目、アメリカの選手どうぞ。さあ、アメリカ選手の第1投目をお願いします。投げた。ほう、いいとこ飛びましたね。ああ、なるほどね。うん、記録はまあ10メートルぐらいかな。10メートル。次の国はオーストラリアです。それではオーストラリア、いけるか。投げた。ああ、これは9メートルです。オーストラリアの記録9メートル。3カ国目はフランス代表ですね。さあ、フランス。今の記録は10メートル。越せるのか。投げた。お、これはアメリカの代表と一緒の10メートルです。10メートルです。次は、日本代表、ジャパンですね。ジャパン。日本代表。投げた。うわー、これはちょっとアメリカには届かない。9メートル。日本代表9メートルでございます。次はですね、マダガスカルからお越しいただきありがとうございます。マダガスカルの代表のマダガスカルさんです。さあ、はるばる、ここまでやってきた。マダガスカル行け！投げた！あー、これも9メートルです !9 メートル！今、アメリカの方とフランスの方がリードしておりますね。さあ、第2投目なんですけども、短い距離を投げた、国の方からなので、今回オーストラリアの方から2投目、お願いいたします。オーストラリア、投げるか？投げた！うわー、記録伸びず、9メートル！オーストラリアの記録は9メートルになりました。オーストラリア代表さん、ちょっと このアサリを拾ってもらってもいいですか？すいません。なんか、ゴミが出てきたみたいなので。あ、ポイ捨てしないで。ゴミは捨てないで。ゴミはポイ捨てしないで。持って帰ってください。はい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 。あ、また出たよ、オーストラリア。オーストラリア、また出たよ。もう一個出たぞ、オーストラリア。拾って拾って、オーストラリア。もうスタッフやらしてるわ。はい、続きまして、日本代表、ジャパンからお越しのイカちゃんさんにお願いいたします。9メートル！日本代表、9メートルです。はい、3カ国目、マダガスカル代表です。よろしくお願いします。さあ、マダガスカル代表。一番暑いとこに住んでますからね。投げた！お！これはなんと、8.5 メートル!8.5 メートルです。はい、次の国はフランスです。フランスの2投目ですね。あ、なんかゴミ出たよ。ゴミ出た。待って、ゴミ出た。ゴミが出た、誰か。ゴミを拾ってください。お願いします。
ツッコミがマダガスカル。のそのそ来た。マダガスカルありがとう。じゃあフランス代表お願いします。さあ投げれるか。投げた。おお、記録伸ばしたか。なんと10メートル。今回フランス代表10メートル行きました。最後の国はアメリカです。よろしくお願いします。アメリカさんどうぞ。あ、アメリカさんちょっと待ってください。アメリカ、なんかゴミが出た。ゴミが。あ、日本代表来た、日本代表。ありがとう。あ、もう一個出た。もう一個出たよ。ゴミ出たよ。ありがとう、日本。記録1メートルぐらい伸ばしてあげたいよ。それではアメリカ代表お願いします。今のところ、あれですね、10メートルが最高記録なので、これを越せるのか、アメリカ代表、投げた！お、これは、10メートル !10 メートルです。ということで、同率でアメリカとフランスの勝ちですね。同率1位、アメリカとフランスです。次の競技は、100メートルハードルです。さあ、100メートルハードル。今回の競技はですね、この、障害物、塗られてる障害物があるんですけども、ここを飛び越えて、先に、一番最初に、ゴールした人が、勝ちということで、まずは、予選の方を行っていきたいと思います。3人のとこはですね、2人が予選を、生き残るということで、1人が予選敗退となります。それでは、位置について、よーい、スタート！さあ、始まりました。100メートルハードル、勝つのはどうか。フランスがちょっとリードしてるか。フランスがリードして、障害物がちょっと痛いか。フランスとアメリカ、フランスとアメリカの予選突破だ。それでは、2回目の予選を行いたいと思います。今回はマダガスカルとジャパンチームの戦いになってます。位置について、よーい、スタート！さあ始まりました。2回戦目予選、勝ち上がるのは1チーム、日本かマダガスカルか。さあちょっと足元やられてる。マダガスカルが日本6-8、日本勝利。予選突破おめでとうございます。先ほど勝ち上がってきたアメリカと日本とフランスの3チームによって、戦っていきたいと思います。 100m ハードル。それでは位置について、よーい、スタート。さあ、どのチームが勝つのか始まりました。たぶんが、寝ない感じに、ちょっとリードしてるのはフランスか？フランスがリードか？日本がリードか？どっちだ？フランス、ジャパン、アメリカの順番です。1着はフランス。フランスが勝ちました。はい、最終競技です。最終競技は、マラソン。マラソン形式で戦っていきたいと思います。まず最初に予選を行います。今回アメリカ、ジャパン、フランスの3人にドライブワイパーを振って、マラソンを先に勝った人が勝ちなので、またマラソンしてもらいたいと思います。一周ぐるーって回って真ん中にたどり着いた人が勝ちです。それでは最終競技予選1回戦目行いたいと思います。位置について、よーい、スタート！ジャンプしよう。さあ、始まりました。アメリカ代表、ジャパン、フランス。さあ、ドライブワイパーで誰が一番早く行けるのか。ドライブワイパーの、スーって移動するやつだけで、移動してます。日本が早いですね、日本が。日本が少しリードか。フランスさん頑張ってください。今のところね、フランスチームが、結構勝ってるんですけども。今回ジャパンとアメリカが頑張っております。ちょっとね、やっぱ、マラソンなんでね、疲れて遅くなるっていうのもあると思うので。おっと、日本ちょっと道間違えたか？道間違えてちょっとロスしてしまった。アメリカが後ろから追ってきているぞ。ただ予選は2人勝てるので、このまま2人行けば2人の勝ちになるが。さあ、フランス後ろから来れるか？来てるか？どうだ？画面には映ってない。画面には日本が勝った。1着アメリカ。さあ、フランス頑張ってください。フランスはどこにいるんだい？いた。フランス頑張れ。フランス頑張れ。
ランス頑張ってください。最後に感想、感想頑張ってフランス。フランス前に進めない時がある。あれも頑張った、フランス頑張った頑張った、ナイスナイス、お疲れお疲れ、ナイスナイス。それでは予選2回戦目行っていきたいと思います。今回戦うのはオーストラリアとマダガスカルチームです。位置について、よーいスタート。チーム事情からね、2チームでの戦いになってしまいましたけど、さあこれはどちらが勝つのか。オーストラリアが少しマダガスカルリードしておりますが、お、いい戦いをしているぞ、いい戦いをしている。頑張れます、マダガスカル。今のところマダガスカルはいい結果が残せていないのと、なんかリアルでのマダガスカルもなんかまだメダル取れてないらしくて、俺結構個人的に応援してるので、マダガスカル頑張れ、もう市場が入ってもいい、マダガスカル頑張れ。オーストラリア早いですね、オーストラリア早いですね。余談でいくと、今回のあの五輪の5つの輪っか、あれはなんか大陸を表してるみたいなんですけど、オーストラリアがオセアニア大陸、マダガスカルがアフリカ大陸となってて、で、いろんな大陸のチームが入ってきてますが、オーストラリアが勝利しました。オーストラリア勝利、マダガスカル完走を目指して頑張って、頑張れ頑張れ、マダガスカル頑張れ、いいぞ、お疲れ様、お疲れ様。はい、それでは予選は終わりまして、決勝に残ったオーストラリア、ジャパン、アメリカの3チームの、3組の戦いになります。この試合で勝ったチーム、今のところですね、なんとアメリカと日本が4点ずつ並んでいるんですけど、もし1位を取ればフランスを抜いて1位になります。はい、ただオーストラリアが1位に取った場合、同率でフランスと日本とアメリカがもしかしたら並ぶかもしれません。なのでオーストラリアを応援するのはフランスチームだと思うんですけども、もう分かんなくなってきちゃった分かんなくなってきちゃった。それでは最終決戦行いたいと思います。位置について、よーいスタート。さあ始まりました。さあみんな予選を通過した猛者たちです。ジャパン、オーストラリア、アメリカ、3人がうまいことうまいことうまいこと走ってます。日本が少しリードか、日本が少しリード、オーストラリアが抜いたか、アメリカも頑張ってください。さあ一周して、もう一周目にかかっております。半周か、半周してます。日本が少しリードして、アメリカが後ろを追いかける、そしてその後ろにオーストラリアが行く感じですね。疲れが出てるのは多分日本もそうなんですけど、追う側は結構得してると思うんですけど、逃げる方はやっぱ疲れちゃうので、日本はこのまま抜かれないように頑張ってください。アメリカが本当に後ろを追いかけてる。日本、アメリカ、オーストラリアの順番でこのまま行けるのか、本当アメリカが抜いたか、日本が抜いた、日本が抜き返した、日本、アメリカ、オーストラリアの順番です。試合終了。タンタンタタンタンタタタタタンタンタンタタタタタン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 タタン。本日はオリンピック第2種目やりたいと思うんですけども、本日水泳をやっていきたいと思います。イエイ。水泳ってほら泳ぐじゃん、まあ、誰が一番早く一番泳げるかっていうのを競う水泳なんですけど、なんだその学校は、ちょっとその学校何よね。フランスさんはね、ちゃんと適した格好してますよ。ね、フランスは一番適した格好、ちゃんと泳げるようなオリンピックに出ているそうな格好してるんですけど、他の人何人よ、そのなんか泳げるの、まず靴履いてるよ靴で。カナダはちょっとやりすぎじゃない、それちょっと反則だよ、それはやりすぎ、水泳でそんな格好しないって、それはダイビングの格好だよ、やりすぎやりすぎ。フランスを見習ってみな、フランスをね、ちゃんと適した格好で集まってください。もう一度、はい、ちゃんと着替えてきましたか、着替えてきましたか、あ、いいね、
まあ、いいじゃん、いいじゃん。みんななんか帽子かぶってる人と、まあ、裸足の人と、まあ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 、競泳って感じの格好を皆さんしていただいて。はい、ということで、本日は競泳を、オリンピックでやっていきたいと思うんですけども、チームですね、フランス、モンゴル、マダガスカル、この3チームでまずは予選をしていきたいと思います。3チームから、2チームが決勝に上がれる予定です。はい、ということで、今回このピチ塗りだけで水泳をしていきたいと思います。これ、五輪、東京五輪、あ、間違えた。で、オリンピックの競技にもこれなってるから。皆さん、頑張ってください。どの国も頑張ってください。で、今回初参加のモンゴルチーム、陸上との時とね、選手が増えて、モンゴルチームにも参戦してもらったので、モンゴルチームの、活躍にも期待ができます。ということでですね、第1回戦目、予選、やっていきたいと思います。位置について、よーい!スタート!さあ、やってまいりました。さあ、どのチームが一番最初に、ゴールに行くのか。さあ、フランス側が少しリードか、モンゴルちょっと遅れているぞ。マダガスカルも少しリードしてる。陸上ではね、あんまいい結果出せなかったんですけど、フランス早い!フランス早い!やっぱ、オリンピックの本拠地フランスだからね。早いよ、フランス!早い!さあ、他のモンゴルとマダガスカル、まだ予選突破にはあと1もあるので、頑張っていただきたい。さあ、フランスが少しリードしているか。少しってか、もうガッツリだね。ガッツリリードして。フランス早いな。フランスゴールフランスゴールしました。ちょっと画角で見にくくなってるんですけど。フランスゴール。さあ、モンゴルとマダガスカルの一騎打ちになりました。さあ、モンゴル対マダガスカル、いい感じに進んでおります。これどっちだ?どっちが来る?いい勝負してるな。いい勝負してるな。マダガスカルいいよ。マダガスカルいいよ。ただモンゴルも迫ってきてますからね。ここは最後の正念場。ちょっと差が開いちゃったか。ちょっとモンゴルさん開いてしまったか。マダガスカルがもう少しでゴールしそうな勢い。マダガスカルがまだだ。まだ到達していない。もうちょい、もうちょい。ゴール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 。マダガスカルゴール!2着マダガスカル。さあモンゴルチーム頑張ってください。最後の1チーム頑張ってください。ゴールするまで見届けてあげよう。溺れてる気がするなんか。なんかもう泳いでんじゃなくて、溺れてる気がするんだけど。応援してあげてる。邪魔くさいな、でもなんか。邪魔くさいぞ、マダガスカルが。邪魔してんじゃないか、これ。邪魔になってる。ゴールゴール完走しました、モンゴル。はい。それでは第2回戦。競泳第2回戦予選をやっていきたいと思います。今回はアメリカ、ジャパン、オーストラリア、カナダ。新しく参加したチームはカナダですね。カナダ水泳強いのでね。しかも、よく見ていただくとわかるんですけど、みんな、ゴーグルをつけないスタイルでやってるんだけど、カナダだけちゃんとゴーグルつけてるんですよ。ちょっと、期待ができるのがカナダですね。はい。まあ、そんな感じで、予想させていただいたんですけども、2回戦の方、やっていきたいと思います。それでは、位置について、よーい、スタート！さあ、やってまいりました。さあ、ペチ塗り競争、水泳競争、誰が勝つのか、今回は、勝った2人が、決勝進出になります。さあ、オーストラリア少しリードしていますかね。カナダペチペチしてるけど、なんか浮いてないか。カナダちょっとなんか浮いてないか。カナダ、あいつはお笑い枠か。アメリカ早い。アメリカやっぱり早いですね。ただちょっとアメリカ場所が悪いのか、少しやりづらくなっている。あそこやりづらいですね、アメリカの。ちょっと、脇にそれてる。賢い賢い。アメリカちょっと賢く行ってますね。さあ、日本がその後ろを追っております。オーストラリアとちょっと結合しそうな感じですけども、日本が後ろでリードして、アメリカ早い、アメリカ早い、アメリカが早い、アメリカもう少しでゴールか。これはゴール1着、アメリカ1着、アメリカ3着争い、頑張ってほしい。ジャパンとオーストラリアとカナダはなんか浮いてないか、マジで。ちょっと浮いてないか、大丈夫か。日本が後ろから
2着ゴール2着はジャパン。さあ3着争い、さあメダルにはなりませんが、でもカナダが少しオーストラリアを追い上げてきましたね。おすごいすごいすごい、カナダが追いかけてきた。コツをつかんだのでしょうか。さあオーストラリア頑張ってください。オーストラリア、オーストラリア抜かれてる抜かれてる。まっすぐインクが出ません。カナダがいい感じに前進めておるな。ゴール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 、カナダゴール、カナダゴール。3着カナダです。まあでも予選は敗退なので、あのオーストラリアとカナダは完走を頑張ってください。完走をもう少しもう少し、オーストラリアもう少し、あとちょっと。ナイスゴールゴール、お疲れ様です、お疲れ様です。それでは競泳の決勝を行っていきたいと思います。左からジャパン、アメリカ、マダガスカル、フランス、この4人が争うバトルを、誰が勝つのか、みんなも予想してみてください。それではやっていきましょう。位置についてよーいスタート。さあ始まりました。先ほど一番早かったのはフランス、母国フランスですね。母国って俺の母国じゃなくてあれですね、あの今回2024オリンピック開催されてるのはパリなんですけど、パリが母国ということにしときましょう。フランス、フランス早いな、フランス早いぞ。でもなんかレベルの差があるこれは。フランスが早い。 さらにその後ろを追いかけるのはアメリカとジャパンだ。ちょっと結合しそうだけど、さっき争ってた2カ国ですね。あ、もう一着が決まるか。マダガスカルも頑張ってください。マダガスカルも、フランス早い。あら、後ろ追い上げてきたぞ。焦ってるのか。フランスがゴールイン、フランス勝ち、フランス優勝。さあ2着争い、アメリカかジャパンか。アメリカ2着だ、アメリカ1着、アメリカ見えない、アメリカ見えないジャパンが3着いくか、いくかいくか、いったいった、3着、日本3着。さあマダガスカル惜しくも4着になりました。1着フランス、2着アメリカ、3位日本、おめでとうございます。本日スプラオリンピック最終競技、柔道の団体戦をやっていきたいと思います。これはあのスプラトゥーンではなく、リアルのパリオリンピックでも結構盛り上がったと思うんですけども、団体競技ですね。で今回は白いチームと青いチーム、まあ、道着が両方色違うようになってて、まあそれで頑張っていきたいと思うんですけども、ちょっとはいはい、いいですか。ちょっとカメラ寄りますね。うちのチームちゃんと柔道着を着ております。はい、で、あの裸足でね、裸足もしくはサポーターつけてやってるんですけど、ねえこれ相手チーム見て相手チームの B さんとさ、下駄でやろうとしてる。危なくない、これ危なくない。なんか江戸のなんか火消しみたいな格好してるよ。階級もしっかり名前に出てて、まあ、73キロ、70キロ、80キロがうねちゃんチーム。で、相手チームに、あの、でかい90キロね。90キロ、57キロ、83キロ、なんかよくわかんないけど、30キロの、定量級、重量級でもない定量級があります。実況のうなぎさん、これは何してるとこですか？これは、突っ張りですね。稽古中です。木に体当たりして、で、まあ、練習してるところでしょ。相手チームと一緒に練習してるんですけど、ん、大丈夫かな仲良くならないか心配で、これから戦うんですよ、皆さん。まず第1試合。70キロ対57キロですね。はい、両者向かい合って、一礼しております。さあ、例から始まりますね。さあ、頑張ってください。さあ、試合開始の9番が始まりました。タイマンバトル。さあ、始まりました。ちょっと57キロスタートが悪かったんですけども。さあ、1対1のこれ、サブなしなんですよ。サブなし。おー、なった !70 キロの勝ち !70 キロの勝ち。ちょっとグランド整備が入りました。グランド整備が。
すごいな。リアルだな、これ。リアルに一礼してる。さあ、73キロ対83キロ。差は10キロ。差は10キロで、うん、青チームがちょっと有利か。やっぱ重い方が勝つみたいな流れあるのでね。よーい、スタート！始まりました！タイマン始まりました！さあ、すでに塗られた状態からのタイマン。真ん中をうまく駆使して。どっちが勝つか、どっちが勝つか。上を取ったのは83キロ。いや、いい戦いしてますね、これ。あ、83キロが、やっぱ重い方が有利なんだ。すごい。あんまり武道ではさ、ガッツポーズしちゃいけないんだけどさ、今回のオリンピックめちゃくちゃガッツポーズあったじゃん。やっぱ時代は変わってるんだ。はいよ。わ、すごい。すごい、これ。ちゃんとオリンピックしてるな。柔道してるな。はい、位置につきました。スタートの合図が来ます。来た！来ました！さあ、始まりました！90キロ対80キロ。90キロってめちゃくちゃ強いイメージがね、あるんですけど、パリでも、パリのオリンピックでもそうだった。90キロは強い。おっと、これはどっちだ？VAR の結果で、まさかの90キロが勝ちました。90キロが、やっぱ強い90キロ。英雄だね。国民的英雄です。競技者人口が足りなくて、まさか俺が参加するとは思ってませんでした。いいのかな？俺も参加しちゃって。なんか他の陸上とか、水泳は俺出てないんですよ。今回なんか参加してしまったんですけども、相手何キロだっけ？相手何キロですか？ 30 キロ？30 キロ？ね、相手30キロらしいよ。ねえ、みんな、これ、勝ったでしょ？ 30 キロだって。いいのかな？いいんかな？じゃあ、礼するとこから始めますか。よろしくお願いします。ほい。よろしくお願いします。30キロ？ごめんね、なんか強すぎて、投げ飛ばしちゃったら。ごめんね。軽いからさ、30キロが。ちょっと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ目つき悪いわ。これ強いかもな。30秒目つきやばいな。よし！緊張するこれ！じゃあ、お願いします。吸盤が割れたらスタート。吸盤が割れたらスタート。よーい、スタート！始まりました、タイマン。上いる、上いる、上いる！ 30 キロ。なんかボム出てきた！待って！ちょ、待って！ 30 キロ？ 30 キロボム使うの？お前いいや、30キロボム使う。もうちょっと仕切り直そう。仕切り直そう、これ、一回。あるもんね、柔道でも仕切り直しが。柔道でも仕切り、なんかボム出てきた、ボム出てきた。いいだろう、30キロだけ認めてあげよう。さあ、来ました。仕切り直しました。なんか、30キロだけちょっとボムありにしました。もう。いや、これ怖い。あ、そっちに行ったのか。30キロ !30 キロ !30 キロ !30 キロボブいつ来る？ボブ使う！ほら。待って。せっかく倒したのにむせた。せっかく。よかったよ。これで2勝2敗？はい、なんと団体競技ですね。今2勝2敗の引き分けで、終わったんですけども、なんかやっぱ、勝負を決めなきゃいけないんですよ。これって。ちゃんと、勝負を決めなきゃいけないの。なので、ルーレット！よくわかんないルーレットを用いて、今から、戦う人を決めたいと思います。ルーレット来ました。ルーレット来た。来てしまった、ルーレット。電光掲示板のやつだ。みんな上を見るんだ。みんな上を見て。ピン！なんと90キロ90キロ級がルーレットで
再現だこれはもう再現なんで落ち込んでんのうちのチームあっち喜んでるうちのチーム落ち込んでるやばいこれやばいあっちの英雄が来るぞ英雄がさあ大事な最後のバトル勝った方が勝ったチームの勝ちですどちらが勝つのか試合のゴング来ましたスタートタイマースタート90キロ対、73キロ17キロも差あるからねやばい90が待って90やられたええー、再現じゃないなんか勝ってる勝ったうちのチーム勝った勝ったあっちの90キロ落ち込んでるなんか慰めてあげてないみんなで大丈夫だよって平和だ平和な世の中オリンピックもこうやって終わってほしかったな本当のオリンピックもなんかこんな感じだねいいね73キロは頑張りましたね軽いのに